文化系トーク YouTube グランパンパースです。はい、仕事から帰ってきまして、すっきりね見ました。スカイハイさんからの重大発表っていう形で、もうでもねニュースにもなっておりますし、もういろんな方がねSNS だったりとか動画だったりとかで言ってらっしゃいますので、もう皆さんもご存知の方が多いかなと思いますけれども、 The First Final 卒業式ですね。 The First のそう、Be First がデビューした今、彼らが世界に羽ばたいて飛躍していくために、一度その The First には区切りをつけないといけないという形で、スカイハイさんが語っておりました。で、横浜アリーナかな、バズリズムライブで、出た後の楽屋でね、Be First の7人にも伝え、それを見に来ていたみんなにも伝えてました。まあ、つまり、翔太くん、ランくん、レイくん、それから俊介くんとか大輝くんとかね、いろんなみんないました。天くんもいました。直樹くんもいました。うん、本当にみんなが参加するっていうことなのかなと。エディボーイくんもね参加するってこと、まあうちの颯太くんになるけど、だから結局最後の15人だけっていうこと、合宿に参加した15人なのかなって思ったりすることもあるけど、エディボーイ、まあ、内野くん、ソータくんね、内野ソータくん、まあ、エディボーイくんだ、エディボーイくんと言います。アーティストとしての名前ですから、エディボーイくんも参加するってことは、例えばね、三角人くんだったりとか、もともと、合宿で、まあ、二次審査、三次審査、まあ、三次審査ですかね、三次審査の時とかにいた子たちは、参加できればする可能性があるのではないのかなと思ったりもします。ね、一曲ずつとかでも歌ったり、それこそ審査で歌った曲をね、練習してみんなで歌うとか、そういうのが可能なんだったらね、それも可能だったらすげえなって思いますよ。ね、スタジオも、まあ、要するにクラウドファンディングでね、ザ・ファーストのクラウドファンディングで得たお金でスタジオとかも借り切ってみたいな感じのもあったようなので、練習もガンガンできる状況になっているので、そこにねみんな呼んだりとかしてすることも可能だしね。うん、まあ皆さんでもこれはすごい嬉しいなっていうところと、あと私は嬉しいし、ぜひ見に行きたいなって思ってるけど、見に行きたいなって思ってるって言ってもね、まあ結構私もBE:FIRSTのワンマンライブ当たって、スカイハイさんの来年のねライブも当たったんで、その後になるのかな、やっぱりね、さすがになかなか当たらないだろうなと思ってるんですが、もちろん応募はします。配信はされるんじゃないかなっていうふうにも思うけど、まあ応募はもちろんします。見たいっすよね、皆さんも。どこでやるんだろうね。でもでかいとこでやってほしいっすね、みんなが見れるように。まあね、今の BE:FIRSTおよび THE:FIRSTの力だったら本当にドーム埋められるんじゃないかなって気が本当にしてますけど、でもまあね、ちょっと寂しい気分正直してるのが本音ではありますね。しょうがないんですけど、分かってはいることなんですよね。もちろんそのね、オーディションずっとね、それを追っていくわけにもいかないし、例えば20にしたって、まあ、二次プロジェクトから出身って形で、まあ、二次プロジェクトに関して今語る人っていうのはそんなに多くはないわけですよ。ザ・ファーストにしても、まあ、そうなっていくだろうなってのはあるわけだけど、山中湖のね合宿場から始まって、なんかあそこが自分が直接そこにいたわけじゃないのに、すごい懐かしい場所のような感じがして、すごい思い出だっていうところがあるから、なんだろうね、まあそれがしょうがないんですが、卒業式っていうことは私たちベスティもね、彼らと共に次にね進んでいかなきゃいけないと思いますし、もちろん BE:FIRSTは世界に羽ばたいて世界に活躍していくのがもう宿命づけられた、運命づけられたグループですから、私たちベスティもそこにね合わせてというか、彼らの志にねついていこうと、必死についていかなきゃいけないなっていうところもある。まあベスティじゃないとしても、 THE:FIRSTのねみんなの応援してる方々は皆さんいらっしゃると思う。ザストミンの方々、私もザストミンだし、だからねそれもあるから、正直なところ私は寂しいが半分ぐらいで、うおーっていう風になったんだけど、あでもそうか、これで終わりだなっていうのが正直なところではあります。でも寂しがっていても仕方がないし、やっぱり彼らが世界を目指すためだから、もちろんねもう笑顔で心から卒業式をね私たちもなんか祝いたいなっていう風に思うじゃないですか。 THE:FIRST 自体 Hulu でまだ見れたりするはずだけど、そのもしかしたら卒業式がね、どうだろう、
あんまり考えたくはないけど、卒業式が終わったら、うん、Hulu で The First 自体も放送しなくなるのかなとか思ったり、あれでもどうだっけな、二次プロジェクトとかまだ見れるんだったかな。うん、まだ見れますね、二次プロジェクト。まあだから Hulu はね、The First もずっとやるだろうけれども、まあ新しいコンテンツはやはりそのライブでやる The First Final で終わって、それ以降はあの日の The First とか裏 The First とかも放送はされないっていうことですもんね。まあそうですよね。まあでも、なんていうの、なんだろうな、やっぱり彼らのためでもあるし、私たちも心置きなく彼らを送り出していきたいなっていうところもありますからね。私たちとしてもまあ The First 卒業して次に進むっていうことなのかなと。でもまあなんだろうな、たまには母校に帰ってみたいなことがしたいなっていうふうに思ったりもするし、 The First 自体はね、これからももしかしたら定期的に見ていくかもしれませんけどね。まあでも思い出に浸るのもすごく大事なことだけど、やっぱり前に進んでいくっていうことの方が大事なんだろうなっていうのはさすがにわかりますからね。そんな感じなんだなっていうふうに思いました。まあでもね、そう、あんまりしんみりしてても仕方がないので、結構しんみりしてる方がもしかしたら今強いのかもしれないっていうふうに自分で語ってて思っちゃいましたが、ここは本当にね、楽しみにしたいですし、26日にギフテッドデイズ始まりますが、新コンテンツね、そちらから順を追って、本当に何にも詳細が全然決まっていないというか、とにかく今日のスッキリ見た感じだと、全然そういう詳細なんていうのは全然森アナウンサーも分かっていなかったわけだし、全然分かってないですけど、今後ちょっとずつ公開されていくでしょうし、場所だったりとか、どんなことやるのかとか、誰が出るとか、そういったことも全部やっていくんじゃないかなっていう気がするし、そのギフテッドデイツの中でそういう情報とかもその逐一流していく可能性っていうのもありますからね。うん、だから天くんとかもね、本当に、まあ、天くん、直樹くん、特に天くんが結構ダンスのそのスクールっていうかね、教えとかいっぱいやってて、ツイッターやインスタグラムをよく更新してるんで、天くんのね、あの頑張ってる姿っていうのももちろん私は知ってますし、大輝くんもね、曲も出したり、俊介くんのはライブにも行きましたし、直樹くんもまあ、ちょっと今度やるライブは一回中止になっちゃったけど、今ね、ライジングプロダクションで頑張っているし、みんな本当に頑張ってますよ。もちろんトレーニーのみんなもそうだし、だから彼らがね、本当に頑張っているのも知ってるから、その彼らがおそらく大きいステージでやることになると思いますから、そこでの彼らの勇姿っていうのも含めて本当に私は応援したいし、皆さんもそうだと思います。はい、だからまあちょっと本当に寂しい思いっていうのはあるんだけど、 The First が本当に終わるんだなって思っちゃって、でもライブで The First が見れるっていうのは本当にすごいことだし、くしくもあれですよね、私が多分これの2個前に上げてる動画でスタッフさんに関する動画を上げましたが、 The First のスタッフさんと同じ感じで生で見れるってことですもんね。しかも私たちは仕事じゃなくてお客さんで見れるから、カメラとか回さずに見れますからねっていうね、まあそんなことも思います。だから本当に、うん、まあ配信とかもあるかもしれませんというか、まあ多分あると思うんですけども、そういうのも含めてね、本当に卒業式 The First Final、 ファイナルっていうと寂しくなっちゃうな、うん、The First Final、 楽しみにしたいと思います。はい、はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。